関東連合のリーダー石本太一氏がブレイキングダウンで瓜田純史氏との対戦を画策している件について瓜田氏が反応し話題になっています。2013年に発生した六本木フラワー襲撃事件で逮捕され現在も服役している関東連合元リーダーの石本太一氏、石本氏は接見人に代筆を依頼する形で獄中からブログを更新していますが、2023年のブログにて瓜田氏に対し金村貴博くんが殺害された事件で犯人を知っていながら自身の著書でその事件の襲撃メンバーは山口組あきら連合会の T とつながりがある不良たちで八王子から6人、練馬から2人、中野から1人、その中に瓜田の親友である木村兄弟は現場にいなかったと書いています。木村兄弟をかばうためにそのように書いたのだと思いますが、そのようなミスリードを誘うようなことを確信犯的に書くのはもはや犯人隠避に変わらないのではないでしょうかと西新宿襲撃事件における恨みを綴り、さらに今の自分は自由が利かない立場なのでブレイキングダウンに自分の代わりの資格を送り込むというのも面白そうですよね。ブレイキングダウン側はきっと引いてしまうのでしょうけど、でも皆さんどんなことでもガチで危なっかしいやつが見てみたいですよねとブレイキングダウンに資格を送り込むことを示唆しました。これにはネット民から生産試合楽しみ、これは関東連合の遠回しの脅迫ですねなど賛否両論の声が上がりました。この件が話題になったことで瓜田氏も反応し、自身の X にて少年時代の揉め事を引きずって関係のない者の命を奪っておいて自分たちは服役を終えたら好きなことして活躍したいなんて許されるはずがないんだよ、それでも絡んでくるようなことがあれば外じゃ相手にしないがブレイキングダウンまで出てきたらやってやるよと怒りをあらわにしつつも、ルールを守った上でのリング上の対戦であれば受けることを示唆しました。石本氏の出所予定は2031年なのでブレイキングダウンでの2人の対戦は現実的ではありませんが、石本氏が言う資格の送り込みに成功すれば瓜田氏 vs 関東連合の実現もゼロではないのかもしれません。ただ両者ともにいい大人なので因縁を晴らすにしても正々堂々とルールにのっとって後腐れのない勝負をしてほしいものです。それではまた次の動画でお会いしましょう。